ばんは、こんばんは。お疲れ様です。天空海さん、バラありがとう。こんばんは。今日はなんか透明感皆無だね。顔黄土色してる。こんにちは、こんにちは。痩せた。お、本当？めっちゃ嬉しい。本当？こんにちは、こんにちは。原点さん、バラありがとう。シックスシングルお話し会申し込んだ、ありがとう。え、なんか今日の月声終わってない？どうしたの？セクシージャパンさん、かわいい、ありがとう。こんにちは、 CD 買った、ありがとう。ぬこがいます。なんでさんの月今日こんな、なんか髪かな。こんばんは。こんにちは。赤の着物ゆきです。お、ほんと？あれめっちゃ迷ったんですよ、赤にするか紫にするか。やっぱ下ろした方がいいね。こんにちは。ね、声枯れてるよね。なんかどうしたんな、月今日めっちゃ声枯れてる。な月ワンちゃん風邪ひいたかもしれん。なんかね、実はね、一昨日ぐらいからめちゃめちゃ頭痛いんですよね。風邪かな。こんにちは。綺麗になってる。本当にロックス。こんにちは。後ろの猫ちゃん可愛いでしょ。清楚っぽい。本当？こんばんは、こんばんは。そう、半袖。お姉ちゃんの部屋に行ったら可愛いワンピースが、これ可愛いんですよ、めっちゃ。おいしょ、ほら伝わってる？この可愛さ、可愛くない？可愛い。結局たい焼きはまだ1個しか食べてない。今日は1個、明日食べようと思って。あんこはなすき、翌日のたい焼きが好きなんですよね。空気乾燥してるからかな。こんにちは。おすすめの日、6時漢文応募した。6時漢文、 6時漢文、ありがとう応募。こんにちは。さとしんさん、ハートありがとうございます。たい焼き食べ過ぎたかな。こんにちは、こんにちは。猫ちゃん生きてるよ。彼女の名前はソイニャンです。可愛すぎんか。可愛い。トンちゃん可愛い、ありがとう。こんにちは。ショウザンさん可愛い、ありがとうございます。でしょ、猫可愛いでしょ。本当に可愛いんですよ。バンジャのモスターさん、ハートありがとう。カスタードしか勝たん。そう、カスタードは絶対熱々の出来たてが絶対美味しいよ。たい焼きは尻尾から食べる。あー、尻尾からなの。半袖寒そう。部屋が超あったかいから全然寒くない。でもね、これソファーがさ沈むからさ、こう深く座ったらさ、なんか沈んじゃう。夏希クッションに座ろう。おいしょ、おいしょ。こんにちは。そう、ワンピースなの。こんばんは。よいしょ。さっきゴダソウロ食べました。いいね。こんにちは。チビどこ？チビはね、ここです。寝てる。隣で寝てる。ここにソイがいて、その真下にチビがいる。バーチャルモンスターさん、ハートありがとう。おとなしいかも、確かに。なんかね、チビ、チビが、でも結構おとなしいかも。そんなに騒がない。常に寝てる。3日間の6枠の時間それぞれ、あ、なるほどね。ありがとう、ありがとう。6枠の分お話できるってことね。ありがとう。いくさん、ハートありがとう。声どうしたん？それな、ちょっとびっくりしてるの。好きも
今日なつきさ起きるの遅すぎて喋ってないんですよ。全然ほとんど会話してなくて、声発したらこんなんだった。びっくりだよね。こんにちは、こんばんは。カスタードかと思ったらグラタン味のクリームで口の中混乱。それは混乱する。こんにちは、こんにちは。あんこは絶対粒あん派。えらいレレ、これは何？それはなつきちゃんがえらいねっていう意味です。こんにちは。めっちゃ寝てるお母さん。実は後ろのソニアが喋ってるのかな。あ、かわいい、マジでかわいいソニア。こんばんは。ちょっとリップの色変えたいな。なつきこの色合ってないね。めっちゃなんか浮いてる。こんにちは、後ろは猫だよ、ヤッホー。うん、ちょっと待ってて。猫は2匹。こんにちは。ソニア動いた？起きてる。かわいすぎんかい？食べたくなっちゃう。こんにちは。なんかさ、寝すぎてなのかさ、普通になのかわかんないけどさ、今日めっちゃ眠たいの。昨日の月何時に寝ただろう。11時半ぐらいで起きたのが12時半だったの。だからめちゃめちゃ寝たんですよ今日。今日本当に寝たの。いっぱいいっぱい寝たんですけど、めちゃくちゃ眠たくて困っている。おすすめの日しっかりポチッとしたかね。ありがとうありがとう。犬は飼ったことないやな。好き、こんにちは。そう、大豆猫。ソイニャンは大豆猫です。こんにちは、ふうにさん、ハートありがとうございます。食べたい猫なつき、めっちゃ猫か食べたい。猫は食べたい派の人間。びっくりした。よいしょ。ふうにさん、ハートありがとうございます。こんにちは。価格が安定しない。こんにちは。寝るあるあるかな。あら、ソイニャがお膝に来ました。逃げました。おがちさん、ハートありがとう。猫食べそう。いや、もうさ、猫は美味しくないけど、なんか可愛すぎて食べたい。美味しいのかな猫って。どうなんだろうね。でも食べる人たちもいるんじゃない、どこかには。だってウサギ食べたりするじゃん。それと一緒でいるんじゃない。ねえ、よいしょ。こんにちは、こんばんは。そう、猫ハムハムしたい。私も猫飼ってる。あ、そうなの。かわいい。ソニアの顔を皆さんに見せたいけど、
抱っこしたら逃げる気しかしない。あ、ワンちゃんも食べれるんだ。オーマイガー、給油。ゆうくん、バラありがとう。なんか目がむくんでるのかな今日。なんか寝起きっぽい顔してるね。さいにゃん、抱っこしていい？やめとこ、嫌われたくないから。こんにちは、ゲームさん、ハートありがとう。横顔綺麗、本当？ママ吉寝てた。ママ吉、給油しに行ってくれました。ハロー、皆さんは今日何してましたか？目が開かない今日。まつげあげる配信。こんにちは。給油、給油系、給油系お母さん、欧米か。こんにちは。寝てましたね。あ、私も見た今日、あのウェディングの YouTube の生配信。めちゃめちゃ綺麗で感動した。画面を鏡側にずっと映る。こんにちは。缶コーヒーのラベルをずっと見てた。なんで？なんでなんで？今日？なぜじゃん。玉吉の晴れ着を見てました。あー、ありがとう。そう、ツイートしたので皆さんぜひ見てください。洗濯して昼寝して、おーいいね。お昼寝はいいですね。シャミセンは猫の皮で、え、そうなの？ヘビだと思ってた。シャミセンって猫の皮、わー、そうなんだ。そう、ストーブの給油です。こんにちは。 CD 追加しました、ありがとう。こんにちは。みちゅさんの花嫁姿ね、めっちゃ綺麗だった。私、あのみなみさんの赤いドレスがめちゃくちゃ好きだった。こんにちは。競馬してました。おー、えらい。レレ、こんにちは。放課後フェス見に行ったよ。おー、ありがとう。楽しかった。やばい、眠たい今日。目が開かない。ゴザソウロ食べてた。おー、ヘビは沖縄の参戦かな。そうなんだ。タムキチの前のショールームいっぱい見たとメール読んだ、ありがとう。え、今日私本当に起きるの遅すぎてメール遅れてない。あんまり昨日も遅れてないのに全然ごめんよ。ショールーム終わったらメールいっぱい送るね。多分年末は私のメール猫祭りだと思った。だと思う。三振？三振って読むんだ。へぇー。石油ストーブしか買った。一番高くない？結局石油ストーブが一番高いから好き。今さ、なんか多分さ、影になってて場所が。肌がさ、黄色く見える。めっちゃ気になる。よく画面からいなくなりますね、この配信者さんは。何回いなくなる。ライトつけようと思って。お、いい感じ、ライトついた。年賀状今年全然送ってないよ。年賀状私今年一通も送ってない。どうする？みんなどうする？送ってきてもらって、なんか誰からも来る気してなくて、正直。でももし来たら申し訳ないよね。12時半に起きた。
今日の猫メール楽しみだ、楽しみに来ておいてください。ちびちゃん画面映らへんか。ちびちゃんはあんまり映ったことないよね、ショールームに。これ光が強いのかな。あ、もっと強くなった。こんにちは。冬休みの課題はね、ない。まあ、3年生だしね、高校高3なので冬休みの課題、あ、体育だけある。体育だけ、あの、私が全然あれだから体育がありますね。 DMM で2期生のお披露目公演見て腹筋とくるにくるくるに感動した。感動してくれた本当。サンタさんからコスメ買ってもらえるやつ、あ、そう、あれ買いに行ったんですけど、あの配信の後、なんかその後レッスンで、なんかなかなかちょっと夏希が悩んで決まらなくて、1月末まで有効期限を延ばしてもくれて、だから大阪で買おうと思って。そう、ソイチビ祭りです。猫祭りよ。こんにちは。ソファーさん、こんにちは。ソファーに挨拶。年賀状は10年くらい書いてない。でも、え、なんかさ、これね、家族と喋ってたんですけど、こうやってさ、なんか文化って終わっていくんだなって思う。私必ず送ってたのに、去年今年って送ってなくて、年賀状だから歴史の教科書に載るんだろうなと思って。昔は年賀状っていう、年末年始にはがきを送り合う文化があったんですよみたいなさ、ことが教科書に載るんだろうなと思って。こんにちは。タムラに出してた。お、ほんと？やった、楽しみ、待ってる。コンタムーン、メンバーに多く、本当に一通も書いてない私。フォローしました、ありがとう。七並べめっちゃ好き、ランダムにやってる、たまに、ごめん。カラオケショールームしたことありますよ、タムーン。年賀状もらってやってもいいよ。どんな立場やねん。こんばんは。そうなんですよ、昨日のたまきちはステージ上でいろんな表情をくれて楽しかった。本当？よかった、田村推しになってくれましたよね。こんにちは。年明けのお話し会楽しみ。あー、来てくれるのね、楽しみ、ありがとう。コロナも教科書ね、あれだよね、なんか新潟水俣病みたいな感じでさ、掘りそう。でもさ、覚えやすくない？なんかさ、多分これが落ち着いてさ、教科書とかに載るようになってさ、社会の教科書に載るようになった時さ、なんかコロナウイルスが流行したのは何年でしょうみたいな問題になった時、2020年だったらすごいさ、覚えやすくない？学生さんが覚えやすいだろうね。初ゲットした七並べの時期届いたよ、たい焼きの次に好きだよ、めっちゃ嬉しい、ありがとう、ありがとう。ゲットしてくれたの、ありがとう。明日28日って明日、明日七並べのお礼します。ごめんね遅くて。トニさんかわいい、ありがとう。こんばんは、沖縄から、はじめまして。はじめまして、沖縄行きたいな。うん、今す見てます。新潟水俣病、よく知ってたね、天才なんで。こんにちは。明日の配信は、明日の配信何時だろう。なんか私大阪にいる間の予定を何も決まってなくて、わかんない。でも今日ごめんね、予約ギリギリになっちゃって。できるだけ早く入れるね。こんばんは。今
こんにちは。猫ちゃん、うん、猫ちゃんを写したい。なんか猫を写してうちの猫の可愛さを世に知らしめたい。なつきちゃん推しです。本当？本当に？ありがとう。そうなんですよ。マダムシンコのバームクーヘンがさ、ダンゴムシに見えた。ダンゴムシのバームクーヘン食べたに見えてさ、びっくりした。ダンゴムシみたいな。ダンゴムシって食べれるのって思ったら全然違かった。ダンゴムシはさすがにやばいよね。こんにちは。ちびちゃん。寝てるよね。ごめんじゃん。そう、田村家の猫の可愛さをもっとこう世に知らしめてやりたい。そういう気持ち、今。それな、罰ゲーム。いや、緑虫が食べれるみたいな感じでさ。なんかそういうノリで、ダンゴムシも食べれるのかなみたいな思ったんですけど、食べれなかったみたい。頑張れば食べれる？マジ？あ、リネちゃん食べてた。カブトムシかな。リネちゃんカブトムシ食べてた。もう偉すぎて、あれ本当によく頑張ったよね。リネちゃんめちゃくちゃ偉い。ポンポンプリンつけよう。えらい、本当に。あげたらいけ。マジ食べれるかも。夏希絶対食べたくないよ。ダンゴムシ、ダンゴムシはやだな。食べるならあれがいい。なんか竹虫みたい。いや食べたくないけどね。ね、硬そう。確かに。タマはクワガタ食べよう。やだよ。いや、いやだ。湘南さん、かわいい。ありがとう。ピヨコちゃん、マーサ、音符ありがとう。今なんか、知らない牛に何ちゃら虫食べてるっていうコメントがあったけど、あの、知らなくていい。知らぬが仏系の情報な気がしたから、スルーした。スルーした。知らぬが仏。コオロギ食べるの流行るらしい。え？流行らないよ、絶対。流行ったら困る。え、でも逆にさ、流行ってほしいかも。なんかさ、よく罰ゲームとかに使われるじゃん。なんかの時に罰ゲームで虫食べてってなったら嫌だけどさ、もう流行ってさ、それが普通になってしまったらさ、あの、虫食べるのは罰ゲームで絶対出てこなくなるじゃん。ただの普通の食事になってしまったら。だからなんかもう普及してほしいかも、逆に。サンタさん来ました。アリ？アリの佃煮？アリ、え、アリはワンチャン食べれそうだけどね、飲み込んでしまえば。え、でも嫌だよ、全然食べたくない。好き嫌いな好き多いかも、激しいかも。でもね、だいぶ少なくなった方だけど、好き嫌いはちょっと激しめかもしれない、もしかしたら。虫はまず嫌いですね。こんにちは。エスカルゴもやだよ。タガメ絶対やだ。臭いやつでしょ。やだやだ。ナオくん、バラありがとうございます。ありがとう。パン、イナゴ美味しいよ。でもあるよね、あれだよね、なんか東北の方、イナゴ食べるところ。でもやだなー。あー、そういうこと。やだ、ちょっと虫の食べやめようや。えらい、レレ。ちょっと年末、年末もうちょっと楽しい話しよう。
とか言ったら虫に失礼か。ごめん。今私はこの話をしながらチビの肉球をプニプニしてる。長野県か。全然東北ちゃうやん。アリちゃんエスカルゴ大好き。え、そうなんだ。サイゼリヤのやつ食べたことない。私エスカルゴ一回食べてみたいけど、まあ多分食べたら美味しいんだろうけどね。どうしてもなんかカタツムリっていうさ、これはカタツムリなんだっていう気持ちになっちゃうからさ。お年玉欲しい。お母さん、でもなんかさ、お年玉ってなつき、なんかみんなめっちゃお年玉の話とかさ、友達同士でしてたらさ、中学校の時とかなんかみんないっぱいお年玉もらってた。すごいなって思ったこんばんは。お年玉で何買おうかな。うん、なんかわかんないんだ最近。なんか最近自分のお金っていうものが存在しないんですよね。最近なんかもうわかんなくなってきた。タメタメプリン。こんばんは。なんか今まではさ、自分お小遣いとかでさ、こう一応自分のお金っていうものがさ発生してたじゃないですか。あったけど、最近はなんかお母さんがこう広島に来た時とかに、これ生活費ね置いとくねって言ってもらったものが、それが生活費兼自分のお金だから、でもそれは生活費としてさ、お母さんからもらったものじゃん。だからなんか名付きのお金ではないわけじゃん。なんかお小遣いとかでもないし、だからなんか最近ね、なんかわかんないんですよ。だからこれ欲しいって思っても、今までだったらちょっとなんか節約してこれ買おうっていうのができたけど、なんか最近は別に買えるんですけど、なんかわかんないんですよね。自分のお金っていうものが発生しないから。だからお母さんにお小遣いあげるって言われても別にいらないってなっちゃう。なんかね、だからわかんない。そう、ママ吉が管理してるって感じ。だからわかんないんですよ。自分のお金がないからなんかもうわかんなくなっちゃった最近そう。でもね、迷ってるの今、何を買おうか。中学卒業した時に亡くなりました。マジか。わしが管理したら絶対さ、いっぱい使えよリオンリオンさん、ありがとうございます。なんかさ、イクさんハートありがとう。なんかね、なんかねばっかり言うじゃないこの人。なんかクリスマスプレゼントでダイソーで5個自由に買っていいよ券と、お洋服を一つ買ってあげるよ券と、コスメを一個買ってあげるよ券をゲットしたんですよ。あと現金、あ、ペイペイ2000円ペイペイ2000円チャージしてあげるよ券をゲットしたんですね私。こんにちは、ハロー、ゼロ旅さん、ジージーありがとう。朝ドラ支援クラスの会社本当にありがとう。そうで、コスメをめっちゃ迷ってるんですよ。こんばんは。そう、今日なんか声おかしくなっちゃった。ねえなつきさ、本当にさ、こういう黄色系の洋服ってダメだね。めっちゃ顔がくすむわ。パーソナルカラーって大事。森健銀河さん、バラありがとう。そうで、コスメがちょっと、なつき、デパコスを持ってないんですよ。こんばんは。キャンメイクとかさ、ばっかり、セザンヌとか。
全然使っちゃう、使えちゃうからばっかりだから。でもやっぱさ、ベースメイクとかってさ、デパコスとかの方がさいいって言うじゃん、肌に良かったりするじゃん。みつさん、バラありがとう、こんばんは。なんかさ、高いのってそれなりにさ崩れにくかったりさ、お肌に良かったりするじゃないですか。やっぱりこうやってさ見られる職業だからさ、こうそういう高い、なんかお肌は高いの使った方がいいのかなとか思って。みつさん、バラありがとう。で、せっかくだから買ってもらおうと思って、クリスマスプレゼントにコスメデコルテのパウダーか、イプサのコンシーラーか、あのポール&ジョーの下地か迷ってるの。それか、あのなんだっけ、名前忘れた、あのあ、これ出てこないやつだ、アイシャドウか、めっちゃ迷ってるんですよ。どうしようと思って。みんなコスメとか、でもアイドル見てたらさ、コスメさあれだよね、詳しくなりそうだね。こんばんは。急に消えます。みんなはクリスマスプレゼントもらいましたか？ひろしげさん、ハートありがとう。みんなクリスマスサンタさん来た？まつげをあげる配信。こんばんは。服好きすぎて香りは半端ない。そうなんだ。服好きなのいいよね。なつき、服さあんまり分かんなくて、なんか服よりコスメとかの方が好きってなっちゃうんですよね。確かに、カニカニフフ目が開いた。おがちさん、かわいい、ありがとう。プレゼントください。プレゼントはですね、タムからの愛です。こんばんは。こんばんは、こんばんは。ポムポン。こんばんは。タムの存在がプレゼントです。いやん、優しい。かわいい、ほんとに。文房具、受験、うわー頑張って、受験。前塾って言ってたもんね。住所非公開にしてるので来ませんでしたそうなんだ、非公開派ね。朝起きたら根元に猫が置いてありました。え、本気？マジ？最高じゃん。猫来たの？クリスマスプレゼントに？最高すぎないかい？俺が守るよって言ったね、10年前に。10年前？ 8 歳？なんかそれ見た、あれで。あの、なんかさ、桜坂さんのさ、大園レイさんがスカットジャパンに出てた時に言ってた、男の子が愛をありがとう、あ喜んでくれた。ブルーレイいっぱい来た。ブルーレイって何なん？なづきあんま理解してない。ブルーレイって何ですか？ブルーレイってあれ、 DVD のこと、 DVDDVD のことを言うんですか？大阪のひろしさん、かわいい、ありがとう。
さっきからずっとタマが門脇さんに見えてるんだけど。え？本当に？嬉しすぎるんだけど。ゼロタピさん、ハートありがとう。こんばんは。はじめまして。ブディブブル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 ーレイは DVD のいっぱい動画入るやつみたいな。なるほどね。いっぱい入るんだ。あっち。DVD の進化したやつ。なるほどね。DVD 長時間。あ、なるほどね。あ、画質もいいの。やるね、ブルーレイ。ブルーレイディスク好きなの。映画の。そうなんだ。ブルーレイ、やりますの。イモーズでファンになりました。え、本当に？うれしい。ブルーレイ、DVD、ブルーレイは DVD5 枚分。すごい。ちょっと、かわいそうになってきた、逆に。DVD が。もう用なしなのね。DVD が、かわいそうに思えてきた。あち。あち。ストレートアイロン、あっち。君はメロディー、ミュージックビデオのためだけにブルーレイ、ミュージックビデオ集買った。おお、私さ、その時の宮脇さくらさん、本当に好き。めちゃくちゃ、めちゃくちゃなりたい。なりたい顔ナンバーワン、あの時の宮脇さくらさん。今ももちろんめちゃくちゃ綺麗だけど、あの時はなんか可愛いって感じ。今はもうお美しいって感じ。こんばんは。こんばんは。画質が良くないのか DVD。 普通に録画機器がなっちょるに一番いいプレゼントは玉吉を見つけたこと。え、優しい、ありがとう。こんばんは。うん、お母さん、いびきなんか書いてないよね。こんばんは。上で寝てきたらいいのに。あ、下手くそな眉毛がバレる。上は寒いんだよ。あ、そういうこと？こんばんは。えらい、レレ。お正月のフリースウェットあなたも似合います。本当？こんばんは。いびきなんかね、聞こえてないですよ。あ、前髪綺麗になった。やったね。えらい、レレ、こんにちは。こんばんは。おでこ私広くなかったんですよ。でもね、ハゲた。ひらがなたぬきさん、かわいい、ありがとう。メリクニレレ。いびきじゃなくてスニーズって言えばかっこよく感じる。スニーズっていうの英語で？いびき。そうなんだ。スニーズです。いびきじゃない。いびきなんていう時代が終わりました。レレっていうのは、ナスキがモバメの時にあのびっくりマークをこう打つ時にいつも打ち間違いでレレって打っちゃうよねっていう話をしてから、レレを最近乱用してます。こんばんは。こんばんは。そう、レレは多分の座右の銘。どういうことやねん。ウケる。こんばんは。ヘニちゃん、かわいい、ありがとう。うん、こんばんは。これはね、お姉ちゃんの
でも夏希のパーソナルカラーにめちゃめちゃ合ってないわ多分これ。めっちゃ顔黄ばんで見えない。そんなことない。こんばんは。拍手。ソイはここにいるよ。確かに生誕 T シャツいつか夏希がデザインで拍手できたレレにしようかな。確かに拍手出さねえよ。こんばんは。そうそう、くしゃみ4つ。どうしたらいいの。ならない。ほんと God bless you。 なんか英語ではそうやって言うんでしょ。こんばんは大魔王。ドド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 。My father, my father。 懐かしい。これは大じゃないか。これはただの魔王か。これは大じゃないのか。これは魔王か。なるほどね。こんばんは。懐かしくない？この歌ほんと。こんばんは。欧米、あ、そうなんだ。欧米か。そうなんだ。魔王懐かしいな。中学校の時流行るよね、一回は。魔王って。シューベルト、そうなの？わかんない。私が知ってる音楽家は、うん、シューベルトと、バッハ、ベートーベン、あれ、あの人、シューベルト、ベートーベン、バッハ、何？モーツァルト。あ、モーツァルト、それが言いたかった、モーツァルト。あとは、賢い。あとはですね、マイケル・ジャクソン。モーツァルト。あ、ショパン。リスト誰？私全然わかんない、全然知識ない。リストさん。ショパンは知ってる。何？滝廉太郎。ごめんなさい。おやすみ。おやすみなさい。こんばんは。ドビュッシー、ワーグナー、マーラー。なんか美味しそうだね、マーラーって。なんかマーラータンメンみたいな。ワーグナー、モッツァレラチーズ、チャイコフスキー。なんかさ、聞いたことあるような気がしなくもない名前ですね。わかんないけど。こんばんは。言うと思った？本当？呼ばれてるやん。こんばんは。わかんない全然。こんばんは。いつか私も音楽室に飾られたいな。ひろしげさん、かわいい、ありがとう。4月17日、5月5日券予約した。あー、ありがとう。楽しみにしてる、話すの。うん、楽しみだ。ありがとう。ヘンデル。あれは、お菓子の家は？メンデル。メンデル？ヘンデル？メンデル？ヘンデル？私、おでこ出した方がいいよってお母さん、お姉ちゃんに言われた。あんにょん。そう、コメント優しいよね、私のルーム。田村夏希ルームのコメントって、本当に優しくて、マジで好き。急に、現代、ギャルっぽい言い方。マジで好き。ヘンゼルか。ヘンゼルとくれ。いやー、猫ちゃんたちが向かい合って寝てる。最近喧嘩多いの、この子たち。かわいい。今日めっちゃ綺麗、ほんと？ありがとう。メンデルの法則は、
丸とシワシワやないかーい。いえっぽよ。おでこ出すと運気上がる。え、そうなの？お姉ちゃんいるよ。ヘンゼルとクレイと私、お菓子の家食べてみたいな。行ってみた、お菓子の家。自分のためだと。でも私おでこ広いから嫌なんですよ。ほら、私広くなかったの。おでこここら辺だったんですよ。生え際なんかいい感じのおでこの長さだったのに、あと眉毛が下手くそすぎるからちょっとあれなんですけど、ハゲた。こんばんは。なんかハゲました。私前髪今日パッツンの方が良さそうだね。変わらんか。フィブスでゼロだったから、次は取ると思う。取ると思う。思うじゃないでしょ。取って、話そう。ありがとう。大人になったということで。え、そんな大人になり方やだよやだよ。可愛いじゃん。本当に本当に玉が前に進んだ。そういうことか、そういうことか。ここが後退したんじゃなくて、夏希がこう前に前進したんですね。そういうことか前髪ない方がいいよってよく言われるけど、どうなんだろう。ピヨって止めてみる。前髪なかったらさ、安心できない。前髪あったらなんか安心感あるじゃん。ピヨ。眉毛下手すぎない？本当に描くの。やっぱ本当に前髪さ、おでこ長いよね。なんかこれがさ3等分だったらいいって言うじゃん。もう3等分とはって感じなんだけど。え、意外と3等分じゃない？かわいい。本当になんかメイクする途中ですって感じする。てるさん、かわいい。ありがとうございます。門脇さんに似てる。え、本当に？ミウエっぽい。本当に？いや、それは幸せ。ただ眉毛が本当に下手。なんでこんな下手なんだろう、眉毛。鏡で見た方がまだマシかも。え、ね、意外とさ、意外といい感じじゃない？ピッピッピッ。ちょっと、あれ短いの？あれ？どういうこと？どういうこと？わからない。デコピンを一つされた時、新しい恋に気づいた。どんちゃん、かわいい。ありがとう。デコ大事。なんかさ、韓国のさアイドルさんとかさ、あの高橋樹里さんとかさ、前髪おでこ出すのめっちゃ似合うじゃないですか。あれ憧れるよね。なんかセンター分けでさ無事な人ってさ、もう信じられへん。どういうことってならへん？なんでセンター分けで可愛いねんみたいな。センター分けしたらさ絶対面白くなるじゃん、人間って。そういう風にできてるんじゃないって感じ。ほら、もう風に吹かれてるやん、完全に。風は吹いているって感じやん。風に吹かれてしもて。小ガヤさん、かわいい。ありがとうございます。でもね、なんかよく言われてた、前髪上げた方がいいよって。でもハゲたからやだ。前髪プールの後とかの時ずっとこうやってた。プールの後の日はずっとこうやって前髪上げてた。さすがにデコ広すぎない？
見慣れるかな。見慣れる？本当？ちょっとシェーディングでおでこ狭くしようや。書くんかい。ピンがないや。シェーディングでさ、おでこめっちゃ狭くしたろうよ。朝が来てしまう前に囚われた。どう？似合ってる？似合いますか？見て。かわいい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 ですか？それはあと3つくらい作ったらいい。こうやってピョピョピョンって。超キュート。やば、めっちゃおもろ。こうやってシェーディングでおでこを狭くしよう大作戦。全然変わらんやないかい。なんでこんなおでこ広いの、なつきは。おでこ広子。田村おでこ広いなつき。どう？狭くなった？もう無理やん、こんなん。なんで？ぴょん。そんな広いと思わん。ほんと絶対こうなると思って、一回結んだら絶対もう前髪終わるよね。もう絶対こうなると思ったんだ、なつき。あ、意外といけるじゃん。意外といけました。いくさんハートありがとう。額美人。ほんとに？なつきにさ似合うさ、こうおでこ出しの方法ってないんかな。似合いたい。もうじゃあもう逆にさ、もうおでこが似合いに来いよって思わない？本当に夏希がさ、おでこ出しにさ似合いに行くんじゃなくてさ、もうおでこが似合いに来てよって、ねえ、思いませんか？横に流したらさ、いいかな。私はそう思うよ、おでこさんよ。ここら辺とさ、こうやってあみあみしたらどう？似合ってる、本当に？おでこに謝らせる。おでこに謝らせる系アイドルとして有名になっていこうと思います。こんばんは。振り袖お綺麗ですね。本当なんかあの写真好評でめちゃくちゃ嬉しい。どう？ボサボサになった。1日と5日も申し込みました。ありがとう。よき。
これでさ、ちょっとさ、これ画面じゃ伝わんないよね、なんかあんまり。画面だったらなんかめっちゃぺったんこに見えるし、ボサボサに見えるね。賢そう、ほんと。ショーダンさん、かわいい、ありがとう。コーヒーヒーさん、かわいい、ありがとうございます。どう、賢そうですか。あ、今こっちがストレートだからね。おでこ似合う人になりたいな。おでこ広いんですよ私。ヘリちゃん、かわいい、ありがとう。こんばんは。おでこ似合う、本当に大人っぽい、本当に調子乗っちゃうよ。こんにちは、とんちゃん似合う、ありがとう。本当似合ってる。いや違う、あのファンの人のさ、夏木推しの人はさ、何でもかんでも可愛い、何でもかんでも似合うよって言ってくれるんだもん。ちょっと騙されてしまう。おでこ広い、こんぐらいがいいな。おでここんぐらいだったら一番いいと思わない。おでこいいな、本当に本当に可愛い時にしか可愛い投げません。本当？ナスキって卵型なのかな、やっぱ丸が卵型か。確かに卵型だわ。騙したな、本当に。ここら辺までにしたい、おでこ。もうアイラインかなんかで塗りつぶしたいもんね、ここら辺。なんか生え際がさ、こう M 字になってる人いるじゃん、なんか羨ましい。ナスキも M が良かった。和服が似合うっていうよね、 M の人は。ナスキ直線愛だった。マッキーで塗る。ナスキって卵だ型だからさ、卵好きなのかな、そういうこと。待って、眉毛がさ気になりすぎる。富士額っていうの、共食い。そういうことだよね。眉毛ってなんでこんなに難しいわけ。普通に嫌だ。眉毛の難しさにもナスキは怒っている。眉毛描くのってなんでこんなに難しいの。こうやってね、わかる、今のこうやってね、どん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 太くなっていくんですよ。富士美体、もうもうどん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 太くなって、え、眉毛サロン行きたい、本当に。難しいね。こんばんは。みんな眉毛描いたことある？私結構細い方が好きなんですよ、眉毛。でもね、気づいたら太いの。もう切れそうだよね。なんで太いねんってなる、いつも。しかも左右さ、綺麗に描くのが難しすぎる問題。もうほら、たくあんだもん。気づいたらたくあんだよ。気づいたらたくあん。
母さんが3分後にお父さん迎えに行くんだってたくあん、なつきも行きたいな。なつきも行こうかな。配信終わろうかな。なんやそれ。たくあんの白いのめっちゃ好き。なつき、しば漬けが一番好き。しば漬けしか勝たん。行っておいで。え、じゃあ行ってこようかな。確かにもう1時間も配信してるもんね。今日なんかタラタラ、あのお正月、年末かお正月かわかんないけど、タムズブートキャンプするので、あのお正月太りしたくない方一緒にしましょう。じゃあ終わりたいと思います。13位遠山るさん、ありがとう。眉毛振った。12位翔さん、ありがとう。11位山本キュン、ありがとうございます。10位ハゼエッチさん、ありがとうございました。9位渡辺さん、ありがとうございます。8位イクさん、ありがとうございました。7位テルさん、ありがとうございます。6位プーニーさん、ありがとうございました。5位ショーダンさん、ありがとうございます。4位オガッチさん、ありがとうございました。3位トンちゃん、ありがとうございます。2位ヘリちゃん、ありがとうございました。そして1位はトク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 ポン、電化会さん、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。配信今もっと眉毛太くしたらおでこ狭くなるね、必然的に。ありがとうございました。こんばんは、終わっちゃうよ。明日また来てください。ありがとうございました。みんなメール送るね。遅刻したピエン、ごめんよ、終わっちゃう。お父さんを迎えに行ってきます。バイバイ。